どうも加賀誠一です。なんと K スタイルラジオを毎週金曜日23時から放送している僕のレギュラーラジオ番組なんですが、9月の18日そして25日になんとファンキー加藤さんがゲストで来てくれました。嬉しい。というわけでなんとですね、そのラジオの、終わった後、放送後にですね対談をさせていただいております。ラジオのね感想とかいろんな話をさせてもらってますので、ぜひその映像をご覧ください。どうぞ。さあというわけでなんとチャンネルの最初のゲストにファンキー加藤さんに来ていただきました。よろしくお願いします。いやありがたい、ありがたいです。ありがとうございます。ラジオ終わりましたけども、めちゃめちゃ楽しかったです。楽しかったです。はい、加藤さん率直に今終わってどうでした？だから俺もさっきも言ったけどせいちゃんが京都でねラジオのレギュラーやるっていうからもう本当に軽い気持ちで来たんですよ。めちゃめちゃね、新幹線でもう小旅行な気持ちで、はい、そうしたらあのアルファステーション着いた途端にものすごいお偉いさん方が出迎えてくれたんでびっくりしちゃって、せいちゃん京都でどんな人脈を築いたんだと思って。いやめちゃめちゃ可愛がってもらってますよ。僕なんかがなんかもう僕自体じゃなくてもうめちゃめちゃ可愛がってもらってでしょ。だから、びっくりしちゃって、だからもうなんか妙に緊張感のある感じになっちゃった。本当ですか？でもみんなこれで気づいたのは、みんな加藤さん愛してました。いやでもやっぱ昔ね一緒にイベントを、やっていただけた方とか、会えたんで、新風感とかね、新風感も、だからみんななんかその思い出話を引っ提げてワクワクして待ってましたね。いやだからすごいあの楽しめたし、せいちゃんが本当にあの京都というね町に、地に足つけて頑張ってるんだなっていうのがよく分かりました。まあ東京とね京都行ったり来たりはするんですけども、なんかこう一緒になんか今後もやれたらなと思ってます。なんかこうイベントとかもやりたいなと。そうね、イベントもだからさっき言ってた、ラジオでも話しましたから ね絶対それはもう実現させるべきだし、まあ、せいちゃんならね、レギュラーを持ったんだから、いやせいちゃん本当にすごいことだよ。ラジオのレギュラーを持てるっていうのは本当に、いや嬉しいっすね。でそんなせいちゃんだったら、まあ、ちゃんとこう一歩ずつね、あの歩んでいけば必ず京都での要はもうあれフェスみたいなことでしょ。そうです、野外イベントみたいな、やりたいそれを、ね、いろんなアーティストさん、来てもらって、それはもうめちゃくちゃ協力しますよ必ず。だってほらマネージャーの太田がさ京都出身だからそうなんです。あいつ京都案件に相当甘いからね他の地域ならお前これ断ってんだろみたいな案件も普通にやりましょう加藤さんみたいな、やりましょうみたいな京都なんでやりましょうみたいななってるから。僕はね本当にね太田さんがいてよかったと思ってます本当？はい、もうラジオで結構太田さんのね名前、太田好きだもんね。僕は好きですね。はい。まあでもなんかまあこれはねまあここ YouTube では話せないかもしれないですけども、まあ太田さんはもう太田さんでね幸せみたいな。そうらしいよ。はい。もうせいちゃんが尽きる隙はないですよ。そう。だ僕言ったんですけどね、なんか愚痴はないのかっていう聞きました。はいはい。愚痴あったら聞くよって言ったんですけど。特にないじゃあもうほっといたれよほっといたれよ加藤さん、じゃあ、あれですか、この、次また何かのタイミングでもし来ていただけたら、ぜひまた来ていただけるってことですね。もちろんもちろん、もう俺はもう完全に例えばプロモーションのタイミングとか、ぜひぜひぜひ、アルファステーションの準レギュラーみたいな感じでもう捉えてますから、それもタイミング合わせて、出演させてください。めちゃめちゃ嬉しい、半年で終わらなきゃいけないこれも半永久的に続く流れですかそんな流れあるかラジオ番組で半永久的な約束をこぎつけたってこと？いやもうその流れでみんな動いてますから今。そんなうまくいかないよいや行く、これは行く。だってこの YouTube チャンネルだってこれ、新たに京都をやっぱフューチャーしますから、例えばラジオの番組も必ずゲストさんもこれをやりながらも、でもさっき番組中京都を町おこしするって言ったの京都の町はもう怒ってるから
起こしてあるからとっくに。そのせいちゃんの力借りなくてもとっくに京都という街は一本立ちしてるんで、その京都町おこしっていう言い方やめてもらっていいですかマジで。いやほんと消えてなくなりたいと思ってもうスポンサーさんに顔向けてない。俺もびっくりしちゃってもっとなんかわかんない過疎化が進んだその地方のねもっと小さな町とか村とかだったらここで町おこしするんだはいいよ。いやいや余計なお世話だと思ってる京都はね。京都自体は加賀誠一が町おこしっていうことに対して面倒見てもらってるのになんか気持ちがルフィになっちゃったでしょ、はい、大きくなってたよね。大きくなっちゃったんです。びっくりしちゃったこれ。で太田さん見たらねもうなんか目がハートになっちゃってるし。なってねえわなってねえわでもそれぐらいあの京都でちょっと盛り上げたいな。京都は好きだ。そうですね。もうさその好きっていう気持ちが一番やっぱ大事だから、はい、そうです ね、はい、だ僕、うん、あのこのチャンネルでもちろん京都検定もやりますから。あーそうなんだ、はい、ラジオのチャンネルのものも含めて京都の検定もやります。はい、京都のマジで本当にひどい点数取ってたらマジでおしまいだね。いやマジそうです本当に。そこはちゃんとでもそこでちゃんと京都愛をちゃんと示してよ。はい、だからラジオのゲストの方来た時のこの番組終了後のこの、うん、もう完全アルファステーションの全協力のもとのこのやつなんで、ここそうだよね、ちゃんとしたブース借りてるもんね、はい、もう逆にやってきましょうって言ってくれてますし。そうなんだ、はい、で、あの京都検定とかも受けますし、でそこになんかちょっとゲーム実況も入れたりとかして。ああ京都関係ないけど、まあ、そういうのも入れて、うん、好きなやつもちょっと入れながらやっていくっていうの流れで、はい、京都もロケとかするんでしょ。やりますやりますやるんでしょ。はい、もちろんやっぱ京都ロケやりたいなと思って、ね、いや京都はロケ しがいがあるでしょうねきっとね。そうなんです。でこれもう僕初めてこれ言いますけど、うん、これはもう僕の思いですよ。これ思い言っていいですか。これ言ってくださいよ。あの僕はいつかその加藤さんとあのテレビ番組もやりたい。もうそれずっと言ってるやんずっと言ってるよ。そのなんかロケ番組やりたい、ロケ番組やりたいんです。それこそ今までさそういうのやったことあるの、その ロケ。ありますあります。 あるんだ。あります、あるので。でこれ僕本当にやりたいのはあの47都道府県ありますよね。あるね。で例えばですよ、例えばあの各都道府県に、まあ、僕と加藤さんが、うん、まあ、何泊かロケ行きますよね、うん、そこで何かこう楽しい会話とかも、まあ辛いこともあるでしょう、うん、でもなんかこうその町おこし的なそれ使うなって町は怒ってるからその観光名所はだからなんか小学生子供たち100人ぐらい集めてなんかこう曲を作るのか分かんないですけども、とかまあ曲は作んないにしてもなんかこういろんな街行ったりとか美味しいもの食べたりとか、あそういうのしたい。まあねコロナ禍落ち着いたらね。そうなんですよ。でもそれもだから進めてよ。だからせいちゃん、せいちゃんの人間力次第だよ。そのイベントもそのテレビもさ。確かにそうですね。どうしよう、はい、頑張ってよ。俺ちょっとやりますね。それはもう応援してますし、あまたなんか一緒にできたらいいなと思います。わあやった、皆さんもありがたいです。今後なんか呼びたいゲストさんとかいたりするの？その自分的になんかこういう人を呼びたいなとか。いや逆に、うん、あのそれこそここのラジオでやっていく中で京都の方がゲストに来るのもあるんですよ。ああそうだよね。それはあの数珠つなぎになってるんですよ。なんかどっかの社長さんがまたその次の京都の社長さん。あでもそういう、そういう人の方が面白いかもしれない、うん、で実際だから逆に言うとその加藤さんが例えばお前ケースタルラジオ出ろみたいな人います、うん、でも関西出身のアーティストとかはいいんじゃない。あなんかね加藤さんが好きな方だったらそれこそ稲妻戦隊っていうバンドの、はい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 、ジョーヤっていうボーカリストは俺らはすごい彼好きだから。そうなんだ。せいちゃんとかともすごい合いそうな気がするから。あマジですか、うん、それはなんかあってもいいかな。話も面白いしちょっと覚えてる。はい、ぜひなんかあれば、まあ、あと、まあ、僕の中で一個あるとしたらその加藤さんの、まあ、まあ家で、まあまあ、ラジオでも話しましたけど、うん、やっぱ飯とかやっぱ食わしてもらうじゃないですか、うん、やっぱそのお酒を飲んでテンションが下がらないようにするっていうのは酒飲めば飲むほどどんどん声が小さくなってくせいじゃん。それをちょっとこう
今度そのなんかねこう僕が京都でなんかやるチャンネルにしせよ何にせよちょっと気をつけていこうかなと思って、それはちょっとお願いします。ありがとうございます。これまた被っちゃうんですか。もういいよ、被っちゃう。やりたいこと、まあ、メッセージとね同じになっちゃうんですけど、あでも、はい、俺マジで大人のカフェがもっともっと大きくさ、はい、羽ばたいてくれるなら、はい、もっとその名を世に広めてくれるなら、はい、それこそミュージックビデオとかを大人のカフェに作ってもらいたいって思いはあるよ。マジですか。やっぱりそのコント的な、なんていうのかな、その面白さだったり、その3人の絵力っていうのはすごい俺は認めているっていうのはすごい尊敬しているから。マジっすか。なんか新曲のミュージックビデオ、それこそ伊達ちゃんとかにね、はい、どういうこの曲に対してどういうアイディアあるとか。いや俺もありますよ。いやありますよ。だから俺も曲が生まれなきゃミュージックビデオ生まれないでしょうよ。俺も全然画角とか。あ、描ける。いけますよ。いけますよ。だから俺はその大人のカフェ監修みたいな、あ、はい、あミュージックビデオとか見てみたいなっていう気はするけどね。嬉しいですね、うん、だからあれですよ、あの、まあ、なんだったらもちろん伊達もやっぱ描くじゃないですか。描くね。これ僕も描けるんですよ。あ、はい。まあサトシも、まあ、過去やっていた経験あるんで、だからあの封筒に3つ入れて、違う3人で手組め。そのなんかバラバラ感でやろうとしてるお前のその感じ、スクラム組めよ。なんで一回3人で競い合わせるみたいな感じになるの。なんか企業ってそうだったけど、いやいやいや、大人のカフェに俺はあれその発注してるんだからさ。確かに。確かに。そうでしょ。そうですね。それはそっちでやってよ。その3人でそれぞれ書いてどれが一番いいかみたいなやつ。なんでそこに俺が携わんなきゃ。でもミュージックビデオ本当に、はい、あのでもやっぱりほら、例えばそれをね、うちの事務所の社長とかさ、レコード会社だったりそのスタッフさんにじゃあ大人のカフェにってお願いしたいんですって言っても、やっぱり確かに誰ですからね今まだね、うん、でもそのうちさ売れた時に大人のカフェやってくれるのみたいな、うん、逆にそれぐらい、はい、加藤なつながりあるんだってみたいな、大人のカフェやってもらおうよって言われるぐらい頑張ってほしいなっていう気持ちはあるかな。そうですね。だからもう今逆にだから改めて思いました、これちょっと俺頑張んなきゃいけないなっていう。まあ、もちろんさ俺も別に上から目線って言ってるわけじゃない、俺も自身もやっぱりまだまだこれから頑張んなきゃいけないんだけど、いやいやいや、そういうところでねこう切磋琢磨して、まあ、フィールドは違えどね、はい、あのお互い成長し合えたら一番いいじゃん。そうです ね、僕だからもうちょっとここでいっぱいいろいろ頑張って、うん、いろんなまあ、動画もラジオも、頑張っていつか加藤さんとロケ番組をもうやり、それもやり、そうね、で大人カフェでなんとか MV も使ってもらえるように、うん、頑張りながらもうちょっとそこはもう目指していきます、ね、俺は大人のカフェのコントが大好きだからさ。ああ嬉しいですね。また見たいなと思って、機会があったらやってくださいよ。ああありがとうございます、うん、まあ僕と加藤さんも今日番組やらせてもらいましたけど、うん、まあ、次また出てくれるっていう話ではあるんですけども、うん、何かしらで、うん、曲とか加藤さんの曲とかにその例えばですよ、うん、例えばこうもう今さ OK サイン出てたからもういいんじゃね。じゃあ行くだけでも OK サイン出てたから行くだけ。何こう仮にですよ、 MV を今度加藤さん出すじゃないですか。出すね。それは大人カフェが撮る話ではなくて、うん、役者が必要な時もあるじゃないですか、うん、ある。道を歩いてる人とかある、ある、そのエキストラとか、うん、そのある。ぜひその時に大人のカフェ、あでもそれぐらいだったら大丈夫かも、はい、キャスティングっていうもうなんかこう歩くだけでもいい、はいはいはい、はい、あそれはいいかもしれない。あ本当ですか。でそれなんかそういう機会があったらじゃあ、はい、振りますよ。ありがとうございます、うん、というわけで、はい、今日はファンキー加藤さんに初めて来ていただきました。ありがとうございました。